せめてわらわの手をそなたに。はい、どうもアイリスラーメンの山口です。セイマと異界の食卓スカウト、これで何回目でしょうか。4回目ぐらいかな。でね、今回は交換ポイントのところ見てください。190溜まっております。そして無償の魔晶石が300溜まっております。つまり天井ですね。はい、200ポイントになればルミナス交換できます。もうさ、持ってないのルミナスだけなのよ。欲しい。ということで10回スカウト回していこうと思います。合計200連目でございます。合計200連目、この、残りのラスト10連で当たるのか、それとも交換ポイント200で交換するのか、さてどちらなのでしょうか。やっていきます。はい、10連回していきます。合計200連目でございます。いきます。平和だね。頼む、当たってくれ。当たってくれれば、その当たった分と200ポイントの交換で2体ルミナス手に入ることになりますので、ここで当たってほしい。飛ばす。リョータ、ミリム、シュナ、ドルド、光の精霊、ケンヤ、グルーシス、リョータ、リョータ、ソウェイ、ダハー。そっか、最後の最後も当たんなかったか。ルミナス様当たりませんでした。まあ200連ね、回してね、ルミナス当たんなかったで結構課金もしました。ただ200ポイントで交換することができます。いや、これありがたい設定だよね、この天井の設定っていうのは。いやー、本当に救済措置。いきます、交換。嬉しい。さ、七葉よ、こたびの件どのように言い訳するつもりだ。死罪じゃ。せめてわらわの手でそなたたちへ死を手向けようぞ。デスブレッシング。次は誰じゃ。ついに、ついにルミナス様ゲットしました。いやー、これで死罪じゃ。せめてわらわの手でイベントもうまくクリアできそうな気がします。クリアできれば攻略動画も出せる。はい、 OK という感じでルミナス様ゲットしました。美しい。はい、ご視聴ありがとうございました。